ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ピエン、ピエン、魔理沙。どうしたんだ霊夢、泣いたりして。魔理沙、泣くじゃなくて泣くでしょう。すまないんだぜ、霊夢は日常的に泣くからな。そんなことはどうでもいいわ、健康に関するゆっくり解説見てたら、ほとんどの動画が不安を煽る動画で、私はすぐ老化して、ブヨブヨ饅頭になるんだわ。ピエン、ピエン。そんなことかなんだぜ。こうなったら魔理沙も道連れよ。うわ、霊夢、何をする気なんだ。今日はウィンナーのベーコン巻きよ、魔理沙。なんで嬉しそうにしているんだ霊夢は。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は抗酸化食品ランキングだぜ。あら、今日はテーマが違うわね。そうだぜ、今回は今まで解説してきた食材、食品の中から、抗酸化作用の高い食べ物をランキングにして解説するんだぜ。評価方法はどれほど抗酸化作用があるだけではなく、価格が安いか、食べやすいか、美味しいか、チャンネル主の好きなものなのかで順位を決めたんだぜ。チャンネル主の独断と偏見が混ざってるランキングなのね。なので納得いかない順位になるかもしれないぜ。発表の前に抗酸化作用とは何なのか解説するぜ。鉄は空気に触れて時間が経つと鉄が酸素と結びついて、錆びてしまうよな。そうね、古くなっちゃうわ。そんなことが人間の体の中でも起こるんだぜ。そんなわけで酸素と体の組織が結びつく、体が傷つき、老化が進行したりするんだ。さらには血管が傷ついて血管に弾力がなくなったり、脂質が酸化したものが血管で詰まったりして、生活習慣病になる可能性が上がるんだ。そんな酸素の中でも特に体を傷つけやすいのが活性酸素と呼ばれている物質なんだ。いやあ、活性酸素が老化の原因だなんて、息吸うのやめるわマリサ。活性酸素は生命活動を行う時には必ず発生してしまう物質であるので、生きている間は必ず活性酸素は生まれるんだ。そして活性酸素は病原菌やウイルスを撃退するのに利用されていて、少ない活性酸素は体の中で役に立つんだが、余分な活性酸素は健全な細胞を傷つけてしまうんだぜ。はあ、はあ、そうだったのねマリサ、はあ、はあ。そんな時に、抗酸化物質だぜ。抗酸化物質を体内に取り込めば、余分に余った活性酸素を除去してくれるので、これらが多く入った食品は老化予防になるんだぜ。早くピチピチになりたいわマリサ、早く、早く。わかったんだぜ霊夢、次は10位まであるランキングを発表するんだぜ。はい、マリサ先生。まず10位、ほうれん草だぜ。ほうれん草にはルテンという目の網膜で生まれた活性酸素から守ってくれる働きがあるだけではなく、同じく抗酸化作用のあるベータカロテン、ビタミン E、C といった抗酸化作用のあるビタミンも多く含まれているんだ。さらにはその他のビタミン、ミネラルも豊富に含まれているので、抗酸化作用だけではなく栄養も補給できるんだ。栄養豊富でもあるのでランクインしたぜ。目を活性酸素から守ってくれるなんて現代人にはいい野菜ね。次に行くんだぜ霊夢。第9位、味噌だぜ。味噌には大豆に含まれているイソフラボン、サポニン、味噌を作るときに生まれたメラノイジンが抗酸化作用を発揮してくれるんだ。そして味噌がランクインした理由には他にもあって、1回の使用量が少ないので1食分の価格が安い、味噌汁にすれば野菜をいっぱい摂取できる、そして美味しいからなんだぜ。美味しい、一番重要なポイントよ、ごくごく。どんどん行くぜ霊夢。第8位、紅茶だぜ。紅茶には紅茶に含まれるポリフェノールの総称である紅茶ポリフェノールが含まれていて、その中でもテアフラビンは抗酸化作用だけではなく様々な作用があるんだ。例えば血液の流れを良くして体温を上げる、脂質の吸収を抑える、インフルエンザ予防になるんだ。インフルエンザ予防になる理由なんだが、インフルエンザはスパイクという突起物で喉にくっついてくるんだ。しかしテアフラビンがこのスパイクに付着することで、インフルエンザが喉にくっつかないようにしてくれるんだぜ。インフルエンザ予防になるのね紅茶って、冬には紅茶で予防よ。そして紅茶には糖化を防いでくれるんだ。糖化とはタンパク質と糖質が結びついて、糖化最終生成物という老化促進物質を作り出してしまうんだ。じゃあ紅茶は体の酸化だけじゃなく糖化も防いで、老化予防になるのね。ちなみにチャンネル主はコーヒーではなく紅茶派なので、紅茶がランクインしたぜ。チャンネル主特権卑怯だわ。次に行くんだぜ霊夢。第7位はピーナッツだぜ。まずピーナッツには優先的に体の材料になる不飽和脂肪酸が多く、新しい細胞を作るのに役に立つんだ。それじゃあ、ピーナッツを食べて体を新しくするわよ。おいおい霊夢、ピーナッツの抗酸化物質は皮に含まれているから、皮を食べないと抗酸化性は発揮できないんだぜ。
ピーナッツの皮に含まれている抗酸化物質はレスベラトロールといい、抗酸化作用以外にも効果があるんだ。それは長寿遺伝子を活性化させることなんだぜ。長寿遺伝子、私も究極生命体に。この長寿遺伝子を活性化させると、脂肪と酸素でエネルギーを作っているミトコンドリアのうち、古かったり異質なタンパク質を持っているものが除去されるんだ。除去されたミトコンドリアはエネルギーを作る際、多くの活性酸素を生み出すのでレスベラトロールは活性酸素の除去だけではなく、活性酸素が生まれる量も減らしてくれるんだ。ちなみにこの成分はアーモンドやブドウの皮にも含まれているが、ピーナッツは価格が安いのでランクインしたんだぜ。じゃあピーナッツを買うときは皮付きがいいわね。次の第6位に行くんだぜ。第6位はブルーベリーだぜ。ブルーベリーは抗酸化作用が優れている果物であり、果物の中での抗酸化作用は上位に位置しているんだ。そんなブルーベリーにはアントシアニンという成分があり、アントシアニンは目の中で抗酸化作用を発揮することで、眼精疲労を軽減してくれるんだ。現代人には食べてほしい果物ね。そうだぜ、さらにブルーベリーは他の果物のように、皮を剥かなくても食べれて、冷凍物もあって便利なのでランクインしたぜ。それじゃあ次に行くんだぜ霊夢。第5位はクルミだぜ。クルミはピーナッツと同じく不飽和脂肪酸が多いナッツで、様々な種類のポリフェノールがあるため、抗酸化作用がナッツ類の中では高いんだぜ。クルミは高いけど、1日数粒食べれば十分効果があるので、食べる量を考えると価格は高くないと思うんだぜ。高いけど数粒なら、一食で考えるとそんなに高くはないわね。次に行くんだぜ。第4位は鮭だぜ。鮭にはアスタキサンチンという赤い色素が含まれていて、強力な抗酸化作用があるんだ。このアスタキサンチンは脳に異物が入ってこないようにする、血液脳関門を通ることができるので、脳の中で抗酸化作用を発揮してくれるんだ。そういったわけで脳の病気の予防にもなるんだ。他にも肌でも抗酸化作用を発揮してくれるので、紫外線を受けた肌から発生する活性酸素を除去してくれ、シミやそばかすの予防になるんだ。そしてアスタキサンチンは鮭以外にもエビやカニにも含まれているんだ。さらに鮭は美味しいからランクインだぜ。そうね、美味しい鮭を食べて綺麗になるわよ。次は第3位だぜ。第3位は、黒ニンニクだぜ。黒ニンニクには通常のニンニクよりも多くのポリフェノールが含まれており、抗酸化作用も高いんだ。どれくらいかというと、通常の白ニンニクは 114.9mg で活性酸素の量を半分にするのに対し、黒ニンニクは 7.3mg で活性酸素の量を半分にしてくれるんだ。他には脳の機能や免疫力を高める効果もあるんだ。黒ニンニクがランクインした理由には高い抗酸化作用だけではなく、ニンニクに含まれているアリシンが熟成によってほとんどなくなっているんだ。そういったわけで黒ニンニクを食べても口が匂いにくいのでランクインしたんだぜ。口が匂わないなんて嬉しいわね。はぁ、うわぁ、口が臭いんだぜ霊夢。気を取り直して第2位だぜ。第2位はモロヘイヤだぜ。モロヘイヤには多くのポリフェノールがあり、抗酸化作用があるだけではなく、ビタミンとミネラルが豊富な食材なんだ。特にカルシウムが多く牛乳の2倍以上も含まれているんだ。しかし野菜のカルシウムは吸収率が低いので、日光に当たったりして体内でビタミン D を作ったり、魚、キノコからビタミン D を摂取したり、クエン酸、酢酸などの酸っぱい成分を摂取したりすれば、カルシウムの吸収率を上げることができるぜ。抗酸化作用だけじゃなくて、栄養も豊富だからランクインね。そして、第1位だぜ。第1位は生姜だぜ。生姜には特殊な成分が400種類以上もあり、そのうち体の中で働くのは数十種類なんだ。そんなわけで抗酸化作用が強いだけではなく、体温上昇、発汗作用、免疫力強化、鎮痛、軟骨の再生、心筋の強化、吐き気を止める、食中毒予防、血糖値低下、アルツハイマー病の予防、がん予防など、いろんな効果があるんだぜ。生姜が1位になった理由は他にもあり、お店で手軽に買える値段であり、お肉を柔らかくする酵素があるので、豚の生姜焼きなどの生姜を使った肉料理が美味しいんだ。お肉、それなら1位はしょうがないわね、生姜だけに。つまらない兄、レグラーから引き下ろすんだ兄。じゃあ、私の最高ギャグをなんでわかってくれないのよ。はぁ、じゃあ最後にもっと抗酸化作用を活かす方法を解説するぜ。それは多くの種類の食材を摂取することなんだぜ。いろんな種類を食べたら体に良さそうね。でもどうしてかしら？今までのランキングで、ブルーベリーは目、鮭は脳などと、抗酸化物質は種類によって特定の部位で強く働くんだ。なのでいろんな種類の食材を摂取することで、体のあちこちで強い抗酸化作用が働くんだぜ。
うっふ、どんなメニューで若返ろうかマリサ。じゃあチャンネル主のメニューを一品紹介するぜ。チャンネル主は朝食でグラノーラにくるみとブルーベリーを入れた後、牛乳をかけて食べているんだぜ。ゆっくり解説の動画編集には目を酷使してしまうので、ブルーベリーを選んでいるんだ。いいわね、私も明日から真似しようかしら。ここまでのご視聴ありがとうございます。ありがとうなんだぜ。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録していってね。登録すると新しい動画を見つけやすくなるわよ。ベル通知をすると通知が来て便利だぜ。高評価ボタンを押すとチャンネル主が喜ぶわよ。マリサ、今日はピチピチになる料理を食べるわよ。どんな料理を作るんだ霊夢？秘密よ、楽しみに待ってなさいマリサ。嫌な予感がするんだぜ。完成よ、マリサ。一体何が出てくるんだぜ。うわぁ、何なんだこれは？うふ、今回出てきたものを全部ミックスしたものよ。さあこれをごくごくしてピチピチ巫女になるわマリサ。あ、危ないんだぜ霊夢。ちょっとマリサ、私のピチピチ計画を邪魔しないでちょうだい。じゃあ。ピチピチだぜ、ピチピチだぜ。あら、本当にピチピチになったわマリサ。早くなんとかするん、ピチピチだぜ。